黒田鉄山黒田鉄山は埼玉県大宮市生まれの武術家第十五代新武官僧家幼少より祖父や父から家電の小武道五流派を学び現在でも伝承している動きを消すことをキーワードとして小武道の研鑽と研究を積む1950年埼玉県大宮市で父黒田茂木のもとに生まれる祖父の名之助や祖父の 鉄心、ひとしや長田鉄山に鉄の文字が使われていたことから、それにあやかって鉄山と名付けられた。幼い頃から大人に混じって稽古に参加しており、本人も具体的にいつから稽古を始めたかは覚えていない。少年時代は厳しく育てられることもなく、成績も至って普通だったという。この頃は武術よりも漫画に興味を持ち、自分で漫画を描くほどだった。 中学、高校時代は剣道部に所属していたが自身の学んでいた新武官の剣術とは違っていたため最初は苦労したという試合の時も軽い打ち方があだとなり審判になかなか一本を取ってもらえなかったただ本人は剣道に対して本気で打ち込んでおらず中学時代は練習をサボることが多かったまた剣道部も 高校2年の時に退部してしまった。さらに受験勉強の忙しさから自宅での武術の稽古にも参加しなかった。結局、武術の稽古を本格的に始めるのは大学進学後になってからになる。本人によれば、この頃、勉強や稽古を強制されたことはなかったという。1968年に法政大学の法学部に進学したが、 大学紛争が頻発したせいで授業が休校になることが多くなったため、武術の稽古に参加するようになった。この頃は力任せの厳しい稽古が多く、道場を辞める者多かったが、逆に厳しい稽古が評判になり、生徒は集まっていた。同年3月、先輩の知り合いの道場開きに祖父と共に招かれたため、そこで剣術と刃の型を披露した。しかし、 節譜を抜いた時に、柄に左手を添えることができなかった。鉄山本人は、その失敗をすぐに忘れてしまったが、帰宅前に立ち寄ったの宮で、祖父、安春に、それを指摘されてしまう。鉄山は、肩の疲労で失敗しながらも、その場をごまかして他人に褒められて得意になっていた、自分に腹を立てた。これがきっかけで、本格的に武術の稽古に邁進するようになった。 自身の失敗を指摘された翌日、鉄山は道場の雑巾掛けを始めた。そして、掃除を終えて改めて刀を抜くと、どうしても刀の切っ先が鞘に引っかかってしまうことに気づいた。その後は刀を抜く動作だけを繰り返し稽古するようになった。その稽古は厳しく、刀が汗で錆びてしまうほどで、錆落としが毎日の習慣となっていた。そして、 鉄山に実力がついてくる様子を見た安春はそれを喜び、第二本部特会に推薦状を送り、鉄山に古武道の称号を取らせてしまった。そして鉄山は19歳の時に教師号を20歳の時には古武道八段半志号を賜った。ただし、発行した第二本部特会は戦前の第二本部特会とは関係がない任意団体である。また、鉄山自身、 自分の稽古に全く納得していなかったという。40代半ばになると、弟子から自身の動きがあまりにも早すぎると指摘されるようになった。その後、祖父、安春の動きが撮影された8ミリフィルムを見た際に物理的な速さではないことに気づいた。その後、柔術にも力を入れるようになり、体が柔らかくなっていくことにも気づいた。そして、弟子からは、 気配が消えたと指摘されるようになった。本人によれば、そこまで到達できたのは、祖父の残した方があったからだという。黒田鉄山は勝負時や、強い、弱いには、関心が薄いと自ら述べている、武術家である。彼の関心は、家電の武術を通した武術的体の探求にある。彼は、武術的体を次のように定義している。武術的体の獲得を可能にするのが型の、 稽古である。黒田は、型は、実践のひな型ではないという。戦いの中で型の順序そのままに動くことには、意味がない。型は、体の運用理論であり、実践に対応するための動きを作り上げる手段である。型には、一般的、日常的な動作から離れた、身体運動を要求してくる部分がある。慣れてしまった日常的な動きから離れるのはとても、 難しいことであるが、型の要求通りに正しく動こうとすることで、動きの質が変化する。逆に、表面の動きだけを似せて、自分の動きやすいように動いてしまうと、型は形外化する。黒田が、同情のを務める神武官においては、剣術、柔術、居合術が三位一体であるとされている。順体、無速、等速度などの身体操作を、 それぞれの武術の中で学んで行き、それらが一体となって、武術的体が形成される。神武官の柔術は相手を投げる、極めるという結果を重視したものではない。剣を相手にした体の使い方及び剣を扱う、ための、霧の体裁きを学ぶことを重視している。柔術が先行して、剣術を引っ張っていくとも言われる。剣の世界においては、 踏ん張ったりついたりすることは切られることになるため、避けねばならない。そのため絶対に力を入れず、相手の力にぶつからず、柔らかく、相手を崩すことを訓練する。基本となる稽古法に、床を蹴らずにその場で前回り、受け身を行う、無足の受け身がある。床を蹴らなければほとんど前進しないため、畳一畳で何十回と回転することができる。 一条での回転数を徐々に増やしていくことが、稽古の指標になる。剣術では太刀だけでなく、十手、小立薙刀など様々な武器の扱いを学ぶ。これらの武器を手先で振り回したり叩きつけたりすることを、否定し、武表紙の霧の体裁きで扱う、術理が、剣術の根底に流れている。居合は、剣術中の精髄とも言われ、難度が高い術技である。 刀の抜き方は、右手で抜かないことが基本となる。右手で抜かず、体裁きで抜くことが大きな斬撃力を生み出す。しかし、居合術は単に鞘から刀を早く抜くだけの技術では、ない。相手はすでに刀を抜いており、自分は未まだ抜いていないという居合の想定する、条件は、自分に不利なものである。また基本となる、座構えも、動きが制限されて不利であるかに見える。 不利を覆す、術理を型の中で学ぶのである。最終的には刀を抜かずに相手を制することを目指す。剣を持った相手を棒で制御する体裁きを訓練する。棒で剣を受けないという特徴がある。極め技や当て身などの殺ーと、体の不具合を強制する活法。一般には教授されていない。駒川海神流剣術4信託官4大未比流。 柔術、民屋流、秘術、偉い,い術、椿木木、商店具流、坊術、誠玉、小栗流札活術、ありがとうございます。